水木っす。はい、どうもこんにちは、高梨水木です。今日はですね、裸エプロンで料理をしてみたをやっていきたいと思います。ちょっともうタイトルコールもちょっと下手になってきちゃいましたね。すいません。この間の7万人突破動画みたいなやつのコメント欄にですね、あんまり元気がないように見えますみたいなコメントがすごくたくさんありまして、すいません。そんなつもりなかったんですけどね、全然。なので今日は元気100倍で、やっていきたいと思います。でね、まあめちゃめちゃ久しぶりなのね、裸エプロン企画が。まあ、なんでかっていうと、そのエプロンがずっと実家にあったんですよ。その持ってくるの忘れちゃってて、でまあね、このコロナなのでなかなか帰るに帰れず、ずっとキャミソールとかタンクトップとかでまあやったりしてたんですけど、配信を見てくださった方はわかるっていうか、なんだ配信をした時に今ちょっとお話ししたんですけど、まあエプロン買おうかなと思って、新しいな。っていうのも、そのこの間まで使ってたあのナポリタンとかね、作ってた時のエプロンは小学校の家庭科の授業かなんかで作ったエプロンだからそうだから、ちょっと可愛いエプロン買おうかなと思って、いろいろお店行ったんだけど、エプロンが売ってないんですみたいな話をもう配信でしたんですよ。そしたらなんかそのファンの方が、フランフラン行けば可愛いのあると思うよみたいな。あ、じゃあちょっと私もフランフラン行ってみようと思って、フランフラン行ってきました。そして買ってきましたイエーイ、新しいエプロンになりました。なんかすごい高いよみたいな言われて、もう私もちょっと高いだろうなって思って若干不安だったんですけど、めっちゃなんかセールしてて、ちょうどなんでだろうね、年末セールかなんかだったのかわかんないけど、年始セールいつかにとかちょっと忘れちゃったんだけど、すごい安くなってて、じゃん、可愛くないですか。ちょっとなんか可愛げなやつを選んで買ってきましたので、今日からはこのエプロンでお料理をしていきたいと思います。ということで早速着替えてきます。じゃーんちょっとね、想像のね500倍くらいね、ちょっと気はなくてびっくりしてるんだよね。こんな感じです。どうでしょうか。なんかね、ここがね結構深くて可愛いかなって思って買ったんだけど、ここがねめっちゃめちゃなんか細いんだよね着てびっくりしちゃった。あ、そこそんな細いんですねと思って。まあそりゃそうだよね、だって裸で着ると思って作ってないもんね、そのこれのデザインしてくれた人もそんなつもりで作ってないので、それはここ細いよなと思ってちょっとびっくりしましたけど、まあもろにしちゃったらしちゃったで料理していきたいと思います。で今日はその配信の時に、私がポン酢が大好きっていう話をしたんですよ。鶏肉をポン酢で煮るとめちゃめちゃ美味しいよっていう話をしたので、それを作っていきたいと思います。名前はなんて言うんだろうね、鶏肉のポン酢にそのまんまそのままなんですけど、今日はちょっとまあそれを作っていきたいかなと思います。はい、早速いくよ。めっちゃ不安なんだけど料理どころじゃない料理どころじゃない、本当に。よし、はい、用意するのは鶏ももですね。私はいつも切ってあるやつ使います。唐揚げ用みたいなやつとかを使っちゃいます。で半分はちょっと明日お鍋にして食べようと思うので、今日半分ぐらいでやります。最近めちゃめちゃなんかね、生活がすごいなんか人間らしい生活してて、人間らしいっていうか、なんかおばあちゃんみたいな生活をしてて、本当にいや怖いなこれ、大丈夫大丈夫かな。すごいなんかおばあちゃんみたいな生活をしてて、何をしようとしたんだっけ。そうですね、ちょっと炒めます。はい、もうお鍋でいっちゃう、カレーみたいな感じで。それでめっちゃ朝早く目覚めるの、私すっごいなんか夜型の人間だったから全然起きられなくて、
ていう人間だったんだけど、最近ほんと4時とか4時前、下手したら3時半とかに目が覚めて、なんか寝るのもめっちゃ早いの、9時とか下手したら5時とかに寝てめっちゃ寝てるんだけど、だからなんか起きて、待って、これめっちゃ火跳ねるじゃん。そういえば怖いね、ちょっと優しく焼いてね、優しく焼いてね。まあ、でもすぐポン酢入れちゃうんで問題はありません。5個ぐらいいっとく。はい、怖いんだけど、そういえば初めて火使うわ、怖い、めっちゃ怖いんだけど、すんごい跳ねてる、もう片手焼きにしちゃおう、怖いから、じゃーん、怖いよ、ほんと片手焼き、いやー、すごい跳ねてる、そりゃそうだよね、忘れてました、裸エプロンの怖いところを、ぜひよろしく、はい、まあ、軽くでいいんです、こんなもんは。ポン酢入れるんで、はいよ。何の話してたっけ今。あ、そうだから、めなんか朝起きて、とりあえず映画一本見るの。なんでもいいんだけど、私めっちゃ入ってるからさ、ネットフリックス、フール、アマプラ、パラビ、なんだ。結構めっちゃ入ってるんで、何でも見放題。はい、ってことでポン酢入れます。もう一人いっとくか、もうめっちゃ目分量適当です。で、お水、はい、まあ大体こんな感じで小ぐらいの量を入れます。でも、もう本当にあとひたすら煮るだけ、本当に煮るだけ。めっちゃ簡単じゃない？しかもめっちゃ美味しいんだよ、これ本当に。なんかちょっと、ごめん、うーんってなるのがすごい好きなの。めっちゃうまい。もうこれあと本当放置するだけなんで、放置します。怖くて動くのが、はい、もうこんな感じで放置して、本当にこれで終わり。わ、何、冷凍しようかな、もう冷凍した方がいいかな、明日の、これ鳥買ったのいつ、結構前だな、冷凍した方がいいかな、悩む、今日これ食べて、明日は、今日何日だ、あ、今日までだ、賞味期限。消費期限だ。冷凍しよう。ちょっと鶏を煮ている間に冷凍します。お肉を。え、何の話してたっけ？そう。映画見て、一本見終わる。ん？映画見る前にご飯を作るんです。ご飯炊いて、まあなんかご飯作り、いや、嘘。え？どうやって生活してる私。映画見て2時間ぐらい経つ頃にご飯が炊き上がってるから、そしたらそれを食べる。それでも朝7時とかなの、すごくない？いや、ほんと早起きって三文の得だなって思った。めちゃめちゃだって時間できるからさ、何をその時間だってさ、私早くても2限からなの、授業が。だから10時50分とかなので、7時にもう暇になるから、暇なの、すごい、授業まで、すごいいいなと思って早起き。23歳になって気づいちゃった、早起きは最高です。その生活スタイルになってからだもん、こんなちゃんと自炊とか始めて。この間最後にしようと思って最後のウーバーイーツを頼んだんです、サムゲタン。なぜかサムゲタン、なんかずっとね、最後のウーバーイーツ何にしようかなって思いながら、あの夜を明かして、朝あのいろいろ頼める時間になって、めっちゃフォー食べたいなと思ってフォー頼もうと思ったんだけど、なんかしんないけどサムゲタンにして、
サムゲタンを最後のウーバーイーツで頼んだんだけども、お腹壊して辛すぎてめっちゃお腹痛かった。そういえば私辛いの得意じゃないんだったと思いながら、いい匂い、ポン酢の匂い、すごい足したくなっちゃうんだよね。なんかこれお母さんが教えてくれたんだけど、本当はなんか違うメニューを教えてくれたの。多分ポン酢に何か入れて何か入れて何か入れるとすごい簡単に美味しいのできるよみたいなのを言われたのを、なんか私多分勘違いしてポン酢丸ごと1本入れるとだと思ってたのね。それでお母さんにその話をしたら、そんな料理教えてないよみたいな、ポン酢だけなわけないじゃんみたいな言われたんだけど、ポン酢だけでも全然美味しいの。全然美味しいの。だからママに教えてあげた、私がポン酢だけでも全然美味しいんだよって言って教えてあげました。本当に美味しいんだよこれ。楽だしね、これもだってほっとけばいいだけでしょ。そう、足したくなっちゃうっていうのは水とポン酢を足したくなっちゃうっていう話です。ダメなんだよね、なんかさ、やっぱこの自粛期間でさ、あんまり人と喋ってないから会話ができなくて、なんか前もね、なんか自粛期間の時になんかあんまり人と喋ってなくて、久しぶりに人と話した時になんか会話が上手にできなくて、なんか話したいことがいっぱいバーって浮かんじゃうので、なんか好きな順番で全部話しちゃうの。だから全然なんか会話なんなかった会話なんなかった会話なんなかった。でもなんか普段から結構そういうとこあって、なんか妹とかとこうなんか喋ってるじゃん。でもなんかの話をして、でなんかの話をして、足したくなっちゃった。足していいかな足していいかなっつっても食べるの私だからさ、好きにしなよって感じだと思うんですけど、どうする、これもうちょい、なんでこんな火強いん、弱くしてるのに。あ、弱いんだもん結構、このぐらいで。そう、それでなんかの話をしてて、でその話が終わった後に、まあいろいろ話をして、私がちょっと一回どっか退席とかするとするじゃん。でどっかじゃあなんか飲み物を取りに行くとか言ってる間に、その2個前ぐらいの話をなんか思い出して、でもそれってあるよなみたいな、こう一人でこうバーって考えるじゃん。考えたらなんかこう答えが出るとするじゃん。あ、でもこれって絶対こうだみたいなってなったら、それをすごい伝えたく なるじゃん。だからまあ戻った瞬間に、だけどやっぱこうだよねみたいな感じで、なんか変な接続詞から始めちゃうの。だからなんか接続詞から会話急に始まるのキモいよってめっちゃ言われて、私の中ではもうなんかこう会話した気になってるから接続詞から始めちゃうんだけど、向こうからしたらね、急に何のこっちゃってなるから。そう、気をつけようっていう話です。どう、元気100倍でやってるんだけど。元気100倍でやってますよ。みんな心配しないでね、元気だから。みずきの周りにはいい人がいっぱいだな。見てくれるみんなもお友達もだけどさ、いい感じだよ。鶏肉も色ついてきて、なんかすごいいじりたくなっちゃうの。絶対こういうのって多分いじんないでほっといた方がいいんだけど、なんかすごいいじりたくなっちゃうの。いじりたくなっちゃうし、刺したくなっちゃうの。じっとしていられません。パックでも洗えっていう話だよね。はーい、どこ置こう、いいか、ね、そんな感じ。でもこれかわいいよね。かわいいはかわいいよね、普通に。うん、かわいいはかわいいと思う。なんかここにね、今リングライトがあってね、何も見えない正直。何にも見えないけど、多分可愛いと思う。え、もういいかな、どう思う。こういう煮物系はさ、一回食べてみないとわからないっていうのがね、怖いとこですよね。怖いけど楽。でもいじっちゃうから結局なんか楽とかないんだけどね。いじってんじゃんっていう話だもんね。最近っていうか、買い物するとき絶対このネギ買っちゃうの。こうなんかこういうネギ、ネギめっちゃ好きで、ネギすごい買っちゃうっていう、まあそんだけの話なんですけど、ネギめっちゃ美味しいよね。小ネギが好き。うち実家なんか小ネギ育ててて、
育っててっていいんだよね。手の数多くないよね。育ててってだよね。育ててて育ててて、そんで冷凍して置いてあるの、切ったのが。だからもうなんか暇さえあればネギかけて食べるみたいな。もういいんじゃない？ほら、すっごい油出てきたよ。こんなに液体なくなるもんだっけ。久しぶりにこれ作るからさ、まあいっか、食べるの私だしね。あ、でも美味しい、味はいい。お皿何に入れようかな。すっごい高くて、ある場所がお皿がね、何も見えないの、高くてそんなに高いか。危ないよ。これいいか。ちっちゃいかな。もうちょっと本当、もうエプロンが小さくて気が気じゃないんだよね。動きが怖くて。こんなもんでどうしようか。うん、美味しそうな色をしています。OK、できた。昨日ね。なんか炊き込みご飯的なものを作ったの。炊き込みご飯じゃないの、なんか味付けはそんなしてない炊き込みご飯サバの水煮缶を入れて、だしとかをパパパって入れた、なんかなんて言うんだろうね、サバの水煮缶ご飯みたいなのを作ったんだけど、なんか寝ちゃったのね、作って。そしたらなんかわかんないんだけど、普通さ、ご飯ってさ、なんか炊いてちょっとほっとくとカチカチになってきたりするじゃん。なんかサバの水煮缶、油入ってるからかわかんないけど、なんかね、上がってるっていうか焦げてんのかな、あれわかんないけど、朝起きたらそんな感じになってて、なんで今その話したんだろうねまあそういう感じなんです。盛り付けします。なんでその話したんだろう。今それと一緒に食べるよってことが多分言いたかったんだと思う。やっぱ久しぶりに喋るとね、こうなるんだよ。ちょっとお皿ちっちゃいな。まあいいや。あ、でもいい感じだよ、美味しそうだよ普通に。じゃあかけまーす。じゃあ入れちゃう。はい、オッケー。そしてネギ、これめっちゃ飛ぶのよ。ぶちまけたんだよね。ちゃ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 。めっちゃ美味しそうだよ普通に。ルックスはやっぱなんかこの葉っぱ散らしとけば美味しそうに見えるみたいなとこはあるよね実際。じゃーん。あ、見えるかなこれ見えてるかな。はい、なんだっけ、鶏肉のポン酢に完成です。うん、めっちゃいい匂い。今日のランチですこちらがお昼ご飯になりますね。本日の食べてるとこも撮りたいっちゃ撮りたいんだけど、熱いのさっちゃった。撮りたいんだけど、ちょっとそれはまた今度にします。なぜならテーブルがめちゃめちゃ汚いからはい、すいません。ということで、お料理終了ですはい、久しぶりにエプロンで料理したんですけど、やっぱりちょっともう気が気じゃなかったけど楽しかったです。ご飯食べたいと思います、最後まで見てくださってありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントでは、いろんなリクエストとかも受け付けておりますので、ぜひぜひこんな企画やってほしいみたいなのありましたらリクエストよろしくお願いします。ということで、以上高梨瑞希でした。またねー。